はい、いつもありがとうございます。はい、ご依頼者ポンスケさんからご依頼です。ワンパックワンパックワンボックスですね。はい、じゃあ一つね、一つ開けていきます。よいしょ。さっきこれね、上切っておきましょうか。はい、じゃあ、モザイクアジアアジアが多くなってきたね、最近ね。うん、はい、ストランスキーね、オースティン・リバース、もうベテランっすね。プリンスで赤か、せーの、ジャバリ・パーカー。うん、今どこでしたっけ。まだ頑張ってますよね。あ、ルーキーはスコフィールド、一瞬八村と思っちゃうあっちゃはい、でステータスね、よく売れてます。お、ルーキーだ、カベ君。はい、カベ君ね、ルキです。お、ルキ2枚、ノエル。結構ね、コビホワイトとかでも30ドルぐらいで取引さ、あ、ま、3連チャン、エドワーズ4連チャン来るかな。あー、来たよ、ウェザースプーン。うん、いいんじゃないですか、ノエルもね、エドワーズも、ウェザースプーンも今季後半始まって、で赤はペイペイ。お、ルーキーがずっと続いてるね。おお、フルルーキー6枚ともルーキー関係でしたね。え、はいはい、よいしょ。あ、ね、お客さんでね、上はの2枚はベテランだったんだけど、3枚目ボルボル、4枚目ボルボル、5枚目赤ボルボルね、ご連絡あってボルボルだらけでした。まあ、本当重なるとね、重なるってやつですよね。まあこれも、ザイオンのね、ジャイオン系のルーキーが、何種類かあるから出る場合はめっちゃ重なるって。まあセレクト系だけど、まあ、うん、あのブランドが統一されてるクロニクルみたいなもんですよね。あれ、クロニクルの本ちゃんの方はね、いろんなブランドが入ってるっていうコンセプトですね。クロニクルって4年前ぐらいに言われたのかな。で、破棄しちゃったブランドをまた詰め込んで出すんだって言われて、ドクター・ドレじゃんいいね、そのね、アイデアっつって。はい、クラクストン。お、シルバーじゃないよ、レッドがこの下だランドル、はい、でこの下シルバー、オルドリッチ。うん、300分のハードルは高いですね。出た時すごいでしょうね。はい、イグダラ、ヒートイグダラ、 MKG、 TJ ウォレ。うん、ドート店長はいいと思いますよ、ドート結構。うん、体格もあって突っ込めるし、スピードもまあありますし、テクニックもあるんじゃないかな。ストリートバスケやらしたらもうすごそうだよね。まあ当然だよねNBA 選手。お、ルキーペイペイ、赤ペイペイでシルバーだ、ウェンデル・カーター・ジュニア。ペイペイ赤パラはね、シリアルないですけど、いいですね。まあまだ波ありますけどね。後ろ見えちゃいましたがコビホワイト、はい、サディアス・ヤング、デリック・ホワイト、ベイズリー、オ・ヘイズ。お、ルーキー3枚確定、アカパラ、ヤング、サディアス・ヤングね、ブルズ多めだな。で最後が、おお、ルーキーのね、コビホワイト。はい、箱1なんすかね、これパラレルで出なきゃ箱1みたいな感じなんでしょうかね、基本は。いいね、コビーも今すごいですよ。よいしょ、ゴードン、ビーバー・ブラウン。お、八村のね、トリビュート。
赤ガソールマークのガソールで、あ、シリアルか、そうだ、出てなかったもんね。ピンクパープルせーのエブリブラトリーめっちゃレアですね。はい、9の25だ。レブロンが良かった。はい、まあでも、ルーキーね系は非常によく出ましたね。ステータスも全部ルーキー関係、この箱1ルーキーもコビーホワイトだし、他のね、八村もヘイズも出たし、ペーペーアカも出たし、ドートも出たし、まあまあ良かったんじゃないですかね。はい、じゃあこちらで梱包して、ちょっとヤマトさんがまだ来てないんで、梱包すれば今日発送間に合いますね。今日も休みですけど、あのたくさんご注文いただいて、水曜日が大変になっちゃうなと思ってね、やっぱり出てきました。はい、家にいてもね何もすることないんで注文いただいた方が、はい、店長もね気晴らしになるんで、ということでね、梱包して今日発送します。はい、ありがとうございました。